爺様、キララなんて言ってた。サムレ、来れたか。全部で7人集めて戻ってくるだ。お侍様、あなたに惚れますだ。いいやつだな、お前は。しかし、それではいかん。お侍様、あなたに惚れました。よいよい、その息だ。刀で薪割りなんぞ、侍の風上にも置けねでしょう。いや、人を斬るより随分と楽しそうだ。手合わせ願おうか、猿山の大将殿。キララ殿。本直子殿。右肩から背中にかけての鋭利な刃物による損傷。死因はおそらく多量の失血によるものかと。いけません。危のうございますぞ。重いんだね。おやめください。大事な証拠品です。右京、下がるがよろしい。ここはお前の来るところではないぞ。え、御前、下せませんな。手だれの仕業と思われますも、何故に凶器を残していったのか。こやつが殺めたのかい。こやつが勝手にやる気回り、御直子殿を殺めたのかと聞いておるのじゃ。刀とは誰が持つものであったかの。侍にございます。ならば侍を捕らえよ。恐れながら、とが人が誰かはこれからの詮議にございます。河原の砂の一粒などざっくり掘ってふるいにかけるがよい。励め。よい。その二人は侍じゃないのかね。特命警ら隊により侍改めをいたす。無礼な。特権ごときが侍改めとは、愚弄も甚だしい。問答無用である。何？不敬の儀であるぞ。生死に関わらず捕縛いたす。どけ。神妙にバグにつけ。告げる。都よりの御直使殺害されあやめたるは侍との証あり。
よって侍狩りを決行する者なり、甲賀卿の民は協力を惜しむべからず、有力情報を提供せし者には米十俵、侍を捕獲せし者には米百俵の褒美を与えるものなり、なお侍の捕獲においてその生死を問わず。いやはやなるほど、ガテンが言った。それにしてもあの褒美、カンナ村で雇われるよりもたらふく食べられそうだ。申し訳ねえです。なに、謝ることはない。こんな時は笑ってしまえ。怪しくなる一方ですな、雲行きは。なに、雨が降ったら降ったで固まる地もある。ほう、その心は。侍狩りが我らの代わりにふるいにかけてくれる。なるほど、全くもってその通り。話しやがれ、この客の扱いになってねえぞ。ダメだ、黙れ。新入りだ。痛いじゃねえか、この野郎。おいたら、おい、ちょっとお待ちなされたぞ、こら。こら、なんてな。わざと捕まったのよ。ほう、なんと気になることを。関心ぶっこいてる場合じゃねえよ。お前ら全員俺とこっから産んでるのよ。産んでる。おうよ、手伝ってもらいたいことがある。詳しいことは出てからだ。いかがでござるか。おい、できるのならば願ってもないが。よっしゃー、ほら行くぞ。何事か。やるか。いるぞ。お帰りなさいませ。お侍いたですか。お侍はいませんでしたが、お土産はあります。おお、ありがとうです。平八様、ありがとうございます。いや、何、お安い御用ですよ。あの、今日も外れくじばかりだ。侍狩りのせいだ。侍狩り。あとはみな、アキンドに捕まるか潜むかして、まるで姿が見えぬ。さて、どうしたものか。よー、おめえら、菊千代殿。これはタラッタタッタン。見ろ、勘兵衛、侍だ。ざっとこんなもんよ。どうだ。これはまた。なんだ、どこから連れてきた。番屋から脱走させたのよ。よくもまあ外れくじばかりよ。外れくじだと言うてな。ええ、抜け。外れかどうかその身で確かめさせてやる。おいおい。やはり外れくじではないか。目立っちまったな、菊の字。来るぞ、侍狩り。もういともはない。ごもっとも。侍狩りは上から来る。我らはさらに下へ身を隠す。ではいかがかな。下へ逃げるね。気ばかりか。要所は全て固めているだろうし。抜け道はご存じないか。昇降列車が使えるかも。昇降列車。上と下をつないでた荷運び列車でさ。昔の話ですがね。やっ、
決まりだ、決まり。お主が言うことであるまい。いいだろう、んなこと。参ろう、今は他に手はない。みんなの足手まといにならぬようしっかりついてくるのですよ。おら、かけっこは得意です。たく、こんなこって本に村を守ってくれる侍は集まるんだか。心配ありません。ああ、えい、姉様の真似です。うん、先生、私もご一緒してよろしいのでしょうか。仕方あるまい。では勘違いするな。お前も菊千代も侍と称している以上、ここにいてはやはり政宗殿に危害が及ぶ。勝之助もまだ侍としちゃ認めてもらってねえとよ。しんがりは俺が務めるぜ。さっきの名誉挽回でござる。うん、いや、それでこそ侍。わかってるな、おめえ。おいでなすった、こちらへ。さあ、小町。はい。ここには数名からの侍が潜伏中との情報を得ておる。抜かるな。超高列車を使う可能性ありとの知らせ。よし、わかった。こんなおぼろで大丈夫か。平八殿、ちょいと。承知しました。案ずることはない。はい。うん、俺、我らは見張りだ。おっ、来やがった。政宗殿、死の子の言わずに飲んな。とは言うもののドアにはこいつは難儀だな。いやいや大丈夫。ああ、どうせ向かう先は下、なんとでもなりますよ。間に合うかどうか賭けをせぬか。ああ、黙りやがれ。勘兵衛殿、ではあっしはこの辺で。この借りはいつか必ず。何なさるんで。我らに脅されかくまったとでもした方が都合がよかろう。なるほど、かたじけない。でででで、らしくなければ意味がなかろう。どうだ、なら青たんも作ってやろうか。いや、
お前だけはよせ。力抜いとくぜ。キャッ、キコロジー。どー、やろう、覚えてやがれ。もうちょっと時間稼ぎは必要だな。おりゃ、こっから先は行かずに菊池を、すぐに戻るでござる。おりゃ、歯ごたえねえぞ。おい、暴れよ。ざまみやがるでござる。のろし玉、我らは下へ。貨車を切り離す。お主は鍵詰めを貨車へ。承知しました。そうかなっちゃな。喜ぶやつがあるか。菊池よ、ここは俺様にそれで十分でござる。決まるがよい。もう一つ頼みがある。はぁ、愛想したらこいつを思い切り巻き上げてくれ。ああ、なんだか知らねえが任された。おいでなった。よいな。おう、よし。用意は？準備完了しました。切り離してくれ。はい。速度が緩み次第軌道へ飛び降りるぞ。はい。やば、俺が参った方が早いぞ。こんな時によ。覚悟は良いな。
菊池よ、もよい、退避しろ。行くぞ。菊千代殿は、そんな先生らしくない。わしは今までも多くの同志の屍を踏みつけてきた、そういう男だ。